はい、今回トンネルも走行中に始まりました。諸事情によりこの状態から始まりました。とある場所から始めようと思ったら二輪進入禁止のクソ道だったんで、そこはもう行かないことにしまして、いつもだったら停車した状態で、どこ行くか決めてからで発進するんやけど、今回はもうそのまま直で行きます。まあ、どこに行くかと言いますとね、今回ちょっと超レアスポット、もはや人のいない場所、人が好まないような場所に行くのが通例となってきたこのチャンネル。今回行くのも普通の人は行かない、興味を示さないような場所ですね。かなり入り組んだポイント入ってきたけど、こんなとこにあるんでしょうか。入り組んだ場所やの。歴史街道、対向車来ないことを祈る。あ、ここかな、ここ小野妹子の墓があるポイント、小野妹子の墓があるポイントの近く。すげえ階段、これ登ると思わせて横道から行こう。小野妹子の墓が、現在地これで、寺これ、寺ちゃうわ、神社これで、この上にある。この道で本当に合っているのかちょっと怪しいのだが、こっちじゃないかもしれん。なんかめちゃくちゃ荒れてるもん。せっかくなんでこっち側行ってみましょうか。廃道っぽいとこ。ちょっと待って、行き止まりになってるぞ。うわ、ちょっとこれ無理っぽいな、明らかに。何やねここ。火くれるぞ。こっちが空いてるか、ここは行けそうですね。獣道っぽいところ、階段あって、はい、神社の階段。小野妹子の墓、あ、これが、これが小野妹子の墓って書いてあります。休憩場、へえ、まあ、明らかにトイレですね。こう和式の便器があった場所ですね。今はもうないってことか。こっちは赤坂村の、外れかな、大志町、大阪のね。ここはトイレですね。トイレで、トイレの近くにあるって書いてありますね。これですね、これこれこれ、ご覧ください。スイキンクス、関西でスイキンクスというと、まあ、奈良県は京都がめっちゃ多いんですけど、京都はね、あの立ち入り禁止の場所が多いんですね。古民家というか、旧家、古い家、まあ、文化財の庭の中にあるから入れないんですけど、気軽に来れるのは大阪府内だとここともう一箇所ぐらいしかないんで、ここ来たっていうわけですね。給水栓を閉めてしばらくすると可憐な水音が聞こえてくるというわけで、その音を聞いていこう。じゃあ、スイキンクスの音を拾いましょう。あー、ちょっと待てよ。ちょっと待て。これを。これで やると。あれ？水飲みの
足元には水金靴という場所、これで水が垂れると、これですね、こっから水が垂れて、でこの下に落ちるとすごい音がするっていう仕掛け。いや、この鈴の音は神社の音ですね。流れていってるやん。でこう流れていって、でこの中に多分落ちる仕掛けがあるやけど、結構ね水量いきましたけど、これでならなかったらマジフェイク、フェイク水金靴、フェイキン靴。ひでえな、音ないやん、全く音は鳴らない。あ、鳴った。水金靴全く音が鳴らなかったね。どういうこと？無駄足やったな。ここ看板出てたんや。あんな上まで行く必要なかった。そして水金靴は全く音を鳴らさないというわけ。これ何これ？謎の物体 X。 謎の物体 X。パーセン、さあせっかくなんでもう一箇所行きましょう。せっかくなんでもう一箇所行きましょうというか、あの水金靴全く音が鳴らなかった。こんなはずじゃなかったのにな。予定では水金靴でめちゃくちゃいい音が鳴って、それを高性能マイクで捉えることで一個の動画にしようと思ったのに、それができなくなりました。もう音がしょぼすぎた、全く無音や。なんや、水金靴で音鳴らんってことあんのかい。どこ走ってんだろうこれ。これ南河内グリーンロードとフルーツロードのどっちかやね。まあ広域農道ですね。さあ今から行くポイントは、まあ、ついてからのお楽しみということで、ちょっと早めに行かないと日が暮れるぞ。もう日暮れてきたんやけどな。それもこれもあの水金靴の音が鳴らんかったせいやと。予定通り水金靴音カン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 って鳴ってたらもうそれに変われた。あ、ここちゃうんか。ここ？こんなとこ入んの？この上にあるんですね、そのスポット。この真上ですね。ああ、めり込む、めり込む。やばいな、これ。めり込む。じゃ、この上にあるんで、上行きましょう。なんか落ちてるぞ。これ何これ。種？なんか木の実ができるようだ。なんか無数に種落ちてるわ。種っていうか何なんこれ。さくらんぼでもないけど、なんか。到底食べられなさそうな。めっちゃ登ってきた、めっちゃ登ってきた。あ、古墳らしくなりましたね。古墳らしくなりましたね。今言ってるけど古墳ですね、ここ。はい、はい、到着。観音塚古墳ですね。飛鳥時代に作られた、飛鳥時代に作られた観音塚古墳という大阪太子町にある古墳、オープン24時間営業中の場所です。でこれ石室も入りますが、まあ、特徴的なのこれね、ちょっとカットしてある。飛鳥時代に作られた古墳ということで、石組みじゃなくてちゃんとカットしてある、ね、
もう亀裂入ってるけど、クラック。やばい、やばめのクラック入ってるけど。でも、積雪入らない方がいいでしょうね。崩落する可能性があるから。これ二重構造になってんやな。これ入り口で、でもさらに奥に、多分遺体を置いていたんでしょうか。まあこれ、こんな感じで。一応入ってみます？なんか、奥気になるっちゃ気になるわな。あ、ここほら。ちょっと棺桶のサイズになってますね。ここ。棺桶のサイズに作られてます。あ、っていうかこれあれやんな。古墳って作り方って、まず棺桶をここを入れて、で、周りの石組んでいって山にするんじゃん。なんか掘り起こすこと前提で作ってないから、多分。なんか文字書いてありますね、ここ。見えますかね、ほら。浮かび上がる。文字書いてあるけど、ちょっと読めないな。で、この石組みのこの組み方。いや。プロの技やのかな。そんな、ざっくり組むんじゃなくて、ちゃんとこの、こうやって、ジグザグに組むことで、しっかりと、ずれないようになると。で、中から見るとこんな感じですね。空気はあんま良くないですね。廃墟っぽい空気が。匂い。古墳の真上、ここで弁当を食ったらうまいであろうポイントですね。さて、もう一箇所。さあ、大阪富田林じゃなくて、このまま進んだら奈良の御所やって。でこの近くに古墳が、ラスト古墳がありますんで、そこ寄っていきましょう。あ、ちょっと待って。このスーパーありゃ、大桑。このスーパーの中になんと古墳があるという。これが古墳だよ、これ。この柵で覆われているこのポイント。あともう一個あっちの方も。これも古墳だよ。ほら、石塚2号墳。草むらのようだが中に入った古墳があるってこと。一見するとただの草むらだが、でこっちとであっちもあれ古墳だよ。こんなスーパーの駐車場、古墳あるからあそこの部分だけ駐車場になっていないというだけ。さあ、もうすぐポイント、ラストの古墳だぜ。ラスト古墳、あー、もう見えてきた。なんかこれどっから入るんやろな。あー、さっきんとこはもしかしてここや。こんな入り口見過ごすっちゅうね。あー、これは古墳だって。これ、このでかいのが、この見て速攻変えるか。説明書、金山古墳。わ、これ6世紀末か7世紀初頭。これめちゃめちゃでかいぜ。これザ古墳って感じやな。これはでかいな。なかなかこのでかさの古墳はないぞ。蛇に注意。これ石室ちゃうの？あれか。これ石室か。ライト持ってくの忘れた。さあ、この中が石室です。これ入れるけど暗いな。入れるけど暗い。ちょ、一応入るか。
あ、ライトなんかありますけど、電源入ってないんか。ちょっとこれ狭いね。はい、これが石室ということで、これどうやって棺桶運び込んだよね。滑り込ましたんかな、ポーンって。これなかなかえぐいな。雑魚踏んですね、ここは。ちょっと戻りたい、これ。しょ、出て出て。古墳の丘公園、めっちゃ見晴らしい。言うほどでもないか。この土持ってあんのって当時からこういう状態の森やったんか。綺麗すぎるよな、重機でやったような。前方後円墳や。前方後円墳。はい、今回はめちゃくちゃ、玄人好みの、場所ばっかり行きましたけど、水琴窟は不発、その後古墳2箇所中に入ることができました。石室の中にね、当時の、死体気分を味わいましたが、南大阪、何これ、やばっ。ちょ、今の池やめっちゃやばかったね。あのゴミの山、やっぱ東南アジアの川って感じだったね。うわ。というわけで終わりましょう。まあ、また次回ね、なんかやります。なんかやります。